理科は、各国が持つさまざまな世界一の事柄についての設問である。次の空欄埋めなさい。怖いぞ川栄。ああもう川栄は3つ続けていきましょう。ロシア、日本、フランス、なんて書いたんでしょうか。答え見てみましょう。こちら、ロシアは世界一、入り口が多い、日本は世界一、入り口が少ない、フランスは世界一、入り口が変わらない。ざわつく教室。どうします、喋りますか。怖いぞ。喋りますか。こっちじゃないですか。何ですか。こっちじゃないですか。こっちって何ですか。何を今書いてますか。何ていう字を書いていますか。何が違うんですか。怖いな。ちょっと前の字何が違うの。あの人っていう字書いてごらん。ちょっとなんでとかできるんだ。どういうこと。入り口は入り口入り口は入り口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 全部入り口やった。入り口は入り口。人っていう字書いてごらん。人人口で書いておらんじゃ。入り口です。すげえ。人は書けるんですけど、人は書けるんで人口ってなってくると入り口って書いちゃう。で入り口とかって書いてるじゃん、いろんなところに、うん、それは全部人口だと思ってた。入り口っていう感じ見ないからわかんない。見てるよ。どうしますか。一回休憩入れますか。